韓国鉄道10万系電車は、韓国鉄道公社に所属する高速鉄道用車両である。カーイルでの、この車両の公式名称は、KTX である。11万系特別するため、俗に、KTXI という名称が用いられる場合があるが、公式の表記ではない。20両固定編成で、フランス国鉄が運用する TGV レース編成の、 韓国仕様であり動力集中方式を採用、両戦闘車が動力車で、残り18両が客車となっている。戦闘部のデザインは TGV レス編成より丸みを帯びたデザインとなっている。TGV 車両との主な違いは車両構え体の強化である。TGV 車両は車両構え体の強度が不足しており、トンネル走行時に亀裂が入る恐れがあったことから、 KTX 編成においては構え体の強度を向上させている。車両は12編成がフランスのアルストム社によって34編成がアルストム社から主要部品を輸入することによるノックダウン生産にて韓国現代キア自動車グループ参加の地元メーカーロテム社によって製造された。座席は平日に2両が自由席として運用されている以外は全席指定席で 一般席の指定は追加料金なしで利用できる。3両が特質車でリクライニングシートが備わっている。また、特質には新聞、雑誌、オーディオ設備、ミネラルウォーターのサービスがある。かつては客室乗務員がサービスしていたが、その後セルフサービスに変更された。一般車の座席は特質から改造された5号車を除きヨーロッパの鉄道車両などに見られる。 車両中央を中心に向かい合う形式の集団見合い形と呼ばれる座席が回転しない固定式で高速列車にもかかわらず後ろ向きに着席する席が半数あることなどが不満の理由に挙げられた。開業後は後ろ向きの座席の場合は割引運賃を適用するなど工夫している。座席を含む内装はアルストム社との契約で開業から2年間回収できないことになっていた。 契約期限満了後の2006年12月には2012年の社内設備更新時に随時回転式座席への交換を行うことが発表されたが交換費用の問題や交換に伴う座席数減少の問題で最終的に見送られた。営業開始後に社内モニターは液晶ディスプレイに改装された。社内無線欄も完備しており無料で 自参のモバイル機器でインターネットを利用することができる。以前は、特質利用者のみ無料であったが、2011年8月11日より、一般室利用者も無料になった。2007年7月より、民間のシネウッド社と共同で56億ウォンを、投じて1号車での映画上映サービスを開始したが、2014年12月を、もって、提供を終了した。 終了後もしばらく設備が残されていたものの、順次通常の一般室への改造が進められている。2017年6月、5号車の特室を回転式の55席を備えた一般室に順次変更し、編成定員を20席増加することが発表された。しかし、改造作業が国土交通部の承認なく行われていたことから、 安全性を問題視した国土交通部が6月27日に履行中止命令を出したが、その後7月12日に正規の手続きを経て改造が承認された。翌2018年までに全編成の改造が完了している。ありがとうございます。